動くな。エテラナへ何をしに来た。急に危ないじゃないか。命が惜しければそれ以上進むな。なんだって、はあ、キツネが、はあ、エテラナは月の加護を失った町、立ち入るのが危険なことくらい知って。私はモートレア、月の町エテラナの家。エテラナだって。じゃああなたは、なるほど。巫女の使命を果たすには、あなたたちの事情は分かった。だが月がよく見える高台で一緒に待とう。さっきのやつ、人に刀投げるなんて危なっかしやつやな。まあまあ、こんなところに。エテラナの剣士って言ってたよね。いや、時間のある時に訪ねてくるだけだ。この風雪で。ほんなら橋を渡れへんと。あん、新月になればエテラナの町を抜けられる。あまり知られていない話だが本当だ。そんな手段があるんや。でも15日後くらいだな。もう一つ方法、月食だ。月食の時も新月と同じように町の中に入れる。聞けばそろそろ月食が起こる。新月にしろ月食ならば、私はレビアの地の。ありがとう。モートリアさん、こんなところにずっと一人でいたのかな。少しでも手助けできるよう頑張らないとね。相変わらずお人よしやな。でも宝探しはちょっと楽しみや。ワクワクは貴重なものかも。よし、こんなに広いとどこから探したらいいのかわからないね。ああ、だがファルロー橋の南側のあたりだと睨んでいる。それならさっきの壊れた橋のあたりまで戻ってみないとね。クマミツゲット。昔はこのあたりも緑が豊かな場所だったの。もちろん、こうして厳しい冬の訪れる土地ではあったが、春には美しい花が咲き、鳥たちの歌の響く土地だった。君たちにもぜひ見せたかったよ。どれどれ、これは。睨んでいた場所はこの辺りだ。じっくり探してみよう。わかった、注意深く探していこう。それは精霊器の一つだよ。風の精霊。下か。それが。そうだ、月の宝珠には月の精霊の力が宿るという。見つかってよかった。私一人ではとても見つけられなかった。テントへ戻り。
君たちの協力に感謝するよ。おかげで宝珠を見つけられた。へっへん、せやろ。もっと褒めてもええんやで。みんな体…冷えちゃってるよね。早くテントに戻りましょう。ああ、せっかく寒さを忘れとったのに。龍脈の力を借りよう。先ほどの高台からなら月食を見逃さないはずだ。行こう。美しい月夜だ。すぐ近くでレビアの風雪は巫女を失った月の吐息というが。あっ、おい。来た、月影の時。かつての統治者によって作られた時計だ。大昔のエテラナは。へえ、お天気に。そういえば町の外から見た時は壊れてたよね。それは。いい加減に戻ってちょうだい。フェアリーが来るっていうのにじっとしてらんないよ。あの男。あれは私だ、母さん。き、うん、お、母さん、ごめん。あの日、僕が月の砂時計を壊さなければ。全部。モートレア、降りなさい。ここならフェアリーが来るのがよく見えるんだから。
なんてことだ、時の砂が。何なんだよ。なぜ、どうしてこんなことに。町の人らがこぼれた砂で消えていってる。母さん、今助ける。あの時は見つけられなかったが、今日は月の宝珠を、時を操る力を私に。な、宝珠よ、なぜだ。母さん、お母さん、アトレア。ヒナ、月の、そうだ、探しに行かなきゃ。待って、あ、